はい、こんにちは。いや、今日は疲れましたね。なんか、家からですね、まあ、住んでる、なんていうんですかね、県、都道府県は一緒なんですけど、あんまり行かない、その県境的なところに行ったりするんで、やっぱちょっと辺鄙なところなんですよね。そういう辺鄙なところに行くと、なんていうんですかね、自分が今、こう普段住んでる地域と違う、なんていうんですかね、例えば都会から田舎から都会とかですね、みたいなところから行ったりすると、やっぱちょっと結構、ぐったりしますね。で、特に寒いですし、最近雨というか、関西の方はですね、雨がこう降りしきる、日曜日くらいまで毎日降るんですかね、みたいなところなんで、まあ、結構ですね、ちょっと今日体力奪われたなという感じがしますね。はい。なんですが、パート3、いよいよ最後にですね、サイコパスマニピュレーター対策ということですね、まあ、戦略を見破れというところで、パート3にようやく来ましたので、昨日ご紹介をさせていただいたですね、5つのですね、ところで、まあ、10個、矮小化、虚言、否認、それから選択的不注意、合理化、話題転換、はぐらかし、暗黙の威嚇、罪悪感を抱かせる、羞恥心を刺激するというですね、10個のこと項目を紹介したので、今日は残りのですね、7個をご紹介して、計17個のマニピュレーターが使ってくる戦略っていうところですね、皆さんと一緒に勉強していきたいというふうに思っています。勉強完了させていきたいというふうに思っておりますので、最後までご視聴ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はですね、早速もう入っていきます。いつも私グダ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 話してて、本題に入らないでですね、動画が10分15分20分ってなっちゃうので、さっさと入っていきますね。で、何かというと、まず、11個目に関しては、被害者を演じるんですね。これは、まあ、偏見かもしれないですけど、女性がよく、女性とか、あるいは、子供が多いなっていうイメージがあります。で、そういう経験、女の人とか子供とかが、まあ、成長していった時に、職場とか社会の、なんか、こう、コミュニティのなんかでそういうのを、自分がうまく、そう、かっこいったからっていうので、それを展開していって、なんで私ばっかりとかっていうですね、なんで私ばっかりこんな目に遭わなくちゃいけないんだよみたいな感じでですね、周りの同情を誘うような、こうちょっとですね、一番鬱陶しいタイプになっていきます。で、被害者演じるっていうのは、まあ、目的としては同情を得るためなんですね。同情を得て周りの人間を自分が思う方向に操作するために、それを演じるっていうところなんですよね。はい。なので、よく使うのは、先ほども言ったように、女の人がこう彼氏に振られたとか、っていうふりをしながら、私がいけないのよとか言いながら、なんで私ばっかりこんな目に遭うのよ、あの人を信じるんじゃなかったわみたいなので「大丈夫、何々じゃ」みたいなこと言った時には、ニヤみたいなですね、感じなんですよね。で、本当の、例えばカップルで別れる原因を作ったのは、その女性の、例えばメンヘラ的なところとか、性格上の問題とかあったとか、生活の中でのなんかこう、おかしな部分があったからにもかかわらずですね、それを受け入れてくれなかったのよ、あの人は、みたいなことをするんですが。はい、これはただ単に、本当に冷静に考えた時に、もうこれはですね、どっちかというと、例えばカップルで喧嘩した時に、彼氏の方がどう考えてもあいつが悪いのになってなるんですけど、泣いてる女の人見たら、やっぱり周りってそっちの方味方しちゃうじゃないですか、どうしても。ってなった時に、こいつはマニピュレーターの可能性があると。はい、でもそうなった時に、彼氏が例えば訴えようとしてもですね、聞いてくれよ、そうじゃないんだよ、あいつがやばいんだよって言っても、泣かせてるお前が悪いじゃねえかみたいな感じで、ね、周りから疲れてしまうので、これどうしようもないというところがあったりするんですが、はい、これに関しての対策はですね、なんと私、対策の方の勉強もですね、なんとか完了させることができましたので、さらに次回以降の動画でご紹介していきますので、楽しみにしておいてください。はい。でですね、続いて12番ですね、犠牲者を、中傷すると。はい。これはですね、特に、分かりやすい例でいくと、なんていうんですかね、マニピュレーターによる犠牲者っていうのが、いるんですけれども、その人を中傷するっていうのはどういうことかっていうと、まあ、具体的な例で言うと、子供が例えば癇癪を起こして、私が引きこもりになったのはお前のせいなんだって言って親に言うとかですね、あるいはテストの点数でちゃんと取れないのは教育とかしつけとかっていうのをきちんとしてくれなかったお父さんお母さんが悪いんだみたいなことを言うんですけど、結局ですね、引きこもりになったのはあなたがきちんと学校の人たちとコミュニケーションを取らなかったからでしょとか、きちんと学校の点数でしっかりと取れなかったのはあなたが勉強しなかったからでしょっていうところに責任ちゃんと落ち着くところがあるにもかかわらず、そういう環境を与えなかった親、貴様らが悪いみたいな感じでですね、言ってきたりとかっていうので、こうこうこうのせいで私はこうなってしまったんだっていうふうにですね、だからお前たちが悪いみたいな、本来そう責められている人たちが犠牲者でもにもかかわらず、マニピュレーターはそういう人たちを中傷してくるんで、そうなった時にお前の責任だろって言ってパーンって突っ張れてしまっていいと思います。はい。で、続いてですね、13番、これなかなかやばい
ばいです、忠実なるしもべを演じる。これ何かっていうとですね、例えばゴマすりってありますよね。あれマニピュレーターがやってる可能性があります。はい、よいしょして、その例えば上司とか先輩とかって、いや、やっぱ先輩の商談っていつも勉強になりますね、素晴らしいっすとか、いや、上司の、乾杯の挨拶超かっこよかったっす、僕あんな挨拶ができる上司になりたいと、何々さんみたいになりたいと思うので一生懸命仕事頑張るんでいろいろ教えてくださいっすみたいな感じを言ってる、言って相手を気持ちよくさせて、お前かわいいな、俺のいろんなこのノウハウを教えてやるよとか言いながら、実はそういう人たちを味方につけておいて、いざ例えば同僚とのその派遣争いですね、どっちが先に出世するかってなった時に、やっぱり好かれてる方がこう出世しやすいっていうのはやっぱ縦社会なんかであったりするんで、しめしめって思いながら、よしごまっすって言ってよかったぜへへへみたいなこう思ってたりするわけなんですよね。これ結構やばいですよね。味方も作っちゃうっていうところなので、本当は全然そんなこと思ってないです。素晴らしいどころか、なんであんなかったらしい、なんで乾杯の挨拶5分前さしやがってって、校長先生の話かよみたいな感じですね、思ってる人たちが思ってるかことがあったりするんですけど、はい、なんですけど、まあ、実際表に出す言葉としても、いや、やっぱ何々さん素晴らしいっすみたいなことを言うんで、おお可愛いやつだなってやっぱ思っちゃうわけなんですよね。はい、これ結構やばいんですね。で、冷静になった時に、実は敵を演じて、実は敵なんですよっていうことを、まあ、どこか証拠を集めをですね、しておく必要があるかもしれないです。まあ、こういう人ってでも結構ボロが出やすくて、よく漫画とかドラマとかで裏でこそこそ悪口言ってることとかっていうのがやっぱパターンとしてありますんで、それを証拠にですね、こいつ実はやばいやつなんですよって言って、まあ、抵抗材料ですね、反撃材料をですね、掴んでおくのがいいかもしれません。はい、それから14個目、人をそそのかすと。で、これは何かっていうと、本来そのマニピュレーターから、例えば A さんという人と敵対したとしますよね。その A さんをどうにかして貶めたいなと、こうやばいマニピュレーターが思ってるわけなんですよ。でも直接 A さんにやるんじゃなくて、周辺の、まあ、さっきのその忠実なるしもべを演じるっていうところでも話したような、悪口とかありもしない事実、ありもしない事実、何々さん浮気してるそうだよとか、何々さん仕事取るために、保険の仕事取るためにお客さんと寝てるらしいよみたいなですね、ことを言ったりとかっていう、人をそそのかして直接やらずにですね、対象を貶めるみたいなやり方をしています。まあ、こういう人たちでも結局嘘とか、なんか事実じゃないことを事実だみたいなことを言ってるんで、まあ、そういう人たちってやっぱ大体なんかこう人を感じる部分があるじゃないですか。こいつやばいこと言ってんなみたいな、こいつの言うことは信じられないなって、まあ、これ結構自爆するパターンではあるんですけれども、まあ、そういうやり方でですね、ただその実はやばいやつだったんだなっていうのが、例えばその仕事を辞めさせられた後に、その被害者の A、 例えば被害者の A さんとかがですね、仕事を辞めさせられた後に、実はそのマニピュレーターのやつがその A さんの悪い噂を流してたんだっていう事実が分かったとしても、もう辞めてしまったから今更やつに抵抗できないとか反撃できないっていう状況になってしまってるんで、残念ながら、手遅れだったっていうパターンもなきにしもあらずなんで、ここご注意いただけたらなと思います。それから、15番目、これ簡単に責任転嫁です。自分の責任じゃないですよと、あいつが悪いんですよ、こいつが悪いんですよっていうことを、まあ、逃れるためにするみたいな行動ですね。責任転嫁、これ簡単ですよね。それから16番、無実を装う。これ責任転嫁で誰かのせいにするんじゃなくて、わざとじゃないですよ、そんなつもりなかったんですよ、いや、あそこまでああなると思ってなかったんですよ私、いや、全然そんなつもりなかったですって言ってですね、実際は、例えば物を壊したりとか、人をいじめたりとかですね、書類をわざとシュレッダーにかけたとかっていうことをやってるんですけど、そんなつもりでやったんじゃなかったんですよ、私としてはもうあれはもう、あの書類はもう終わったものだと思ってシュレッダーにかけたんですよ、なんで言ってくれなかったんですかみたいなことを言うですね、言うようなやつらもマニピュレーターです。本当は自分が作った書類がまずくて、先方、例えばお客さんにどうしても出せるものとかではなかったんで、わざとシュレッダーにかけたにもかかわらず、いや部長だって、あの書類ダメだって言ってたから、私シュレッダーもう処分すべきものだなって思ったんでシュレッダーかけちゃったんですよみたいなこと言われたら、なんか、あ、俺が指摘したせいでお前シュレッダーかけたんだな、俺が悪いのかみたいになっちゃうんですよね。本来はただ単にその提出書類をお客さんに出さないために自分が自ら作戦を持ってシュレッダーかけただけなのに、部長が悪いみたいな風に持っていこうとするっていうですね、これも結構やばいです、無実です。で、17番目、これは女の子に多いのかな、特にその元彼とかはその自分の興味のない男の人とかっていうのをですね、貶めるためにやったりする。17番目最後、無知を装う。これ無実を装うとはまた別なんです。無知を装う、何々君ってそんな人だと思わなかった、知らなかったみたいなことを言うタイプなんですけれども、あれ何の話だったかな、ですね、ちょっと忘れちゃったんですけど、レンタル彼女、
違う、彼女をお借りしますだったかな、なんかですね、冴えない大学生の男の子が、自分のめちゃめちゃ好きだった女の子と1ヶ月後に別れてしまって、でその、振られてしまったショックでネットサーフィンをしてたら、その彼女を30分だか1時間単位だかで、まあ、借りてデートできるっていう、まあ、サイトを見つけて実際にデートしてっていうような、まあ、漫画があったりするんですけど、彼女をお借りしますだったかな、なんかそんな漫画だったと思うんですよね。はい、の中でその元カノがですね、たまたまばったりそのレンタル彼女と出会って、でその彼氏もいるな、その、そのレンタル彼女をしてるあの男の子、主人公の男の子もいる中で、いや丸々くんってさ、やっぱりさ、なんかこう一回チューしたらいいと、一回チューしたらなんかあのもうこれで気を許したと思うのか、次からのチューはなんかニンニク食べても平気だったりとか、なんかいつも二人きりになるたんびにこう体を求めてくようとするんだよね、そういうところってさ、やっぱりなんか一つ一つの動作が童貞くんみたいな感じがするよねとかって言って、そしたらそのレンタル彼女の方がですね、バーンって不快ですって、丸々さんのことを悪く言うなんて不快ですみたいなこと言うんですけど、え、私そんなつもり全然なかったのにとかですね、あのそんな知らなかった、そんな風に思ってるなんてごめんね、誤解しないでねみたいなですね、まるでですね、そのやんごとなきを得たみたいな感じでですね、なんでそんな、別にそんなつつくようなことじゃないじゃんみたいなですね、そんなこと知らなかったよみたいなことですね、そんな風に思ってるなんて知らなかったよみたいなことをですね、言うようなやばい人とかいると思うんですね。まあ、だからこれ無知と無実っていうのは案外組み合わされて使われるケースが多かったりするんで、知らなかったって言われた時にですね、知らないで済まない話だろっていう風にバーンって突きつけたりとか、無実、ですね、それから無実ですね、私そんなつもりじゃなかったのって言ってる、そんなつもりあるかないか知らなくて事実そうなってるんだよねっていうことをですね、バーンと突きつけるみたいなんですね、ことをやって抵抗反撃をですね、ひくり広げていただけたらなというふうに思います。ということで、以上17個ですね、紹介をさせていただきました。パート3までご覧いただいた皆様ですね、本当にお付き合いいただいてありがとうございました。ということで、改めてですね、17個ちょっと一気に言っていきます。でもどういうものかっていうのをご紹介をちょっと省いていくので、また詳細ですね、どんなものだったかなっていうのをご覧いただきたい方は、今日の動画また戻っていただく、あ、こっちか、戻っていただいたりとか、パート1パート2ご覧いただけたらなと思います。まず、17個の中から1つ目歪償化、それから2つ目虚言、それから3つ目否認、4つ目選択的注意、不注意、選択的不注意、5つ目合理化、6つ目話題転換、7つ目はぐらかし、それから8つ目暗黙の威嚇、そして9つ目罪悪感を抱かせる、それから10個目羞恥心を刺激する、そして11番目被害者を演じる、12番目犠牲者を抽象する、13番目忠実なしもべを演じる、それから14番目人をそそのかす、15番目責任転嫁、16番目、無実を予想、そして最後17番目無知を装うというような、この17個の戦略というのがサイコパスの中でも特にヤバいマニピュレーターと呼ばれる人たちがですね、取ってくる戦略になります。ということで、マニピュレーターがですね、取っていく戦略について17個ご紹介させていただきましたので、ぜひですね、皆さんがこれから職場とか学校とか、まあ、いろんな人間関係を築かれるような場面があるときに、こういう戦略を取ってきている人がいないかなということを常にアンテナを立てながらですね、過ごしていただけたらと思います。自分の心とかをですね、守っていくためには非常に大切な知識となりますので、ぜひお役立ていただけたらなというふうに思います。ではですね、次回以降の動画では、じゃあそういったマニピュレーターが実際目の前に現れた時に特徴とか攻撃的な戦略とかっていうのは分かったと、じゃあそういうやつらに対してどういう対策を持ったらいいのか、自分はどういう心構えでいたらいいのかっていうですね、そういう部分に関して次回以降の動画でまたご紹介をさせていただけたらなというふうに思っておりますので、また明日以降もですね、ぜひ動画を楽しみにご覧いただけたらなというふうに思います。もしこの動画がですね、役に立ったとかですね、またこの先の動画も期待したいっていうふうに思っていただけたらですね、ぜひグッドボタンと、それからチャンネル登録の方もお願いできればなというふうに思います。またですね、お近くの方にぜひこの動画見て心の対策ですねをするのにすごくいいよっていうふうに思っていただけた方、私特にこれをはじめですね、いじめに関するとか、まあ、心の病とかかかっている方とか、そう、あるいはそういう傾向があるとか、そうならないために一生懸命頑張りたいなと思われている方のお役に立ちたいなというふうに考えておりますので、ぜひですね、動画もの拡散もしていただけたらなというふうに思います。ぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで本日は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。